しなさい。ハリさん、言葉には72個の意味があります。そして創造者のみがその意味を知り得ます。この刀を見なさい。この刀では何でも切ることができます。世のために使うことにより人の心を動かすことができる。刀は言葉そのもの。